今日は6月8日の午前10時半ですねはい非常事態宣言解除になって少しずつ世の中がねそうですね動いてきてるまあ感じででまた今日も京都暑いですね暑いです これで8月とかだったらどうなんやろうみたいな。本当ですよね。ね。あの、新聞報道によるとね。はい、あの、夏みんな無理してね、あの、マスクしてたら熱中症が増えて、そっちで医療崩壊するんちゃうかっていうね。<ー>記事が普通に出てましたよ。また次から次から問題が出てきますねそうそうそう。別に僕らコロナだけで死んでしまうわけじゃないですからね。いろんなことに気をつけなあかんという。そうですね。うん、まあことなんですけど。まあ健康もね、大事にせなあかんのですけど。はい。 経済やばいですね。やばやばです。よくね、なんか痛いなーと思ってる時に、熱いお風呂入ったら、手けがしてて痛くてもう、忘れるじゃないですか、はい、手痛いの。ああ<ー>、いちょっとこう、麻痺する感じですかね。そうそうそう。で、熱いのなくなってきたら痛くなるじゃないですか。あ、なります、なります。なんかそんな感じですね。ちょっともう、もうコロナコロナー思ってましたから、もうオンコロナーってなってたところ、ちょっと抜けたから、はい、ちょっとこう気持ちが普通になって、うん、経済ボロボロやん、これもう。 そこにみんながね、目、ね、が行くようになったんですね。そうそうそう。っていうか、もともとね、これもう言うてもせんない話ですけども。はい。コロナまでね、消費税でボロボロだっちゅう話だったんですよ。7%ぐらい下がったんですよね、うん、増税て。そう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 。もうそれでもね、えらいこっちゃあいてたんですよ。うん、その頃ね、それはクリスマスパーティーはやるわ、忘年会はやるわ。そらもう、お正月でどんちゃんするわ。はい。大変な経済、 行動をやってたわけですよ当時はみんながね。それでも冷えた冷えた言っとったんですよ。うんで。で、今それなんかなんですか三密避けろはい。ソーシャルディスタンスに見えたとれ研究をまたぐなはい。もう言ってるじゃないですかはい。うん。だから10%のその悪影響はそのままあった上で、オンコロナですからね。<laughs> とんでもないですね。<laughs> いや、これね、大変なことになってるわけですよ。うん、で、これもさすがにうちの国の政府はね、 もう相当出来悪いんですけど、日本国政府って。アメリカ政府、イギリス政府、フランス政府。さらに言うと中国政府に比べてもですね、経済政策っていう点にしたらですよ。はい。史上最低級なんですよ。辛い。日本政府って。もうこれもう全然あかんなーっていうとこなんですけど、<laughs> こんだけ経済悪いと、さすがにちょっとやばいなと思って、うん、まあ補正予算をね、はい。はったんですよ。はい。 で、第一次補正予算が25兆。はい、二次補正予算が32兆って言ってね。はい、まあ二つ合わせて、えっ、ー、と、57兆。はい。これ、まあまあ、まあまあですよ。うん,う,んう,んうん。まあまあ。でも全然足らないですけど。うん。ほんま、30補正とかもいかなあかんのですけど、まあ、あの、予備費とかがあるか、あったりとかして、またこれ後で言いますけども。はい。まあ、とにかく、まあ、お金もまあ、足らんのですけど、うん、まあまあ、よう頑張ったと。あかんたれの政府ですけど。はい。ほしたら、いよいよ本丸はね、やっぱね、 消費税ゼロですよ。そこが要ですね。消費税ゼロですよ。うん、これね、一時補正、二次補正。分かったと。もう、安倍晋三さんよく頑張りましたと。はい、岸田さんも頑張ったと。<laughs> 西村さんもよくやりましたねと。そうですね。麻生さんはどうか知らんけど。<laughs> まあまあ、まあ君も頑張ったんやろと。<laughs> せやけど、ちょっとやってる、やらなくったこと忘れてないかと。はい。もともと僕らコロナ来る前何苦しんでたか覚えてはりまっかと。消費税10%でどんだけおタクラ、日本経済悪しはったんだよかと。 そうですよだからね、やっぱり今こそね、これ、コロナからの復活をしなあかんわけでしょ、はいでまた第2波来たら、また八りおじさんとか出てきてね、うん、なんかロックダウンまがいのことされてしもって、経済またボろボろになるかもしれないじゃないですか、だからなんとかね、このあったかいうちに、はい、こう経済回そうかなあかんわ、うん、だから回すためにも、ね、もう絶対消費税ゼロにせなあかんぞという話を今日はお話したいなと思います。 今日のテーマは、消費税ゼロを国民の力で実現せよその通りもう、それをもうあと20回ぐらい叫んで終わっても行くやつ、ともう, <laughs> もう。もう皆まで言わんでも分かってるやろと。うん、もう分かってもう岸田くんも、ね、はい、西村くんも。阿部、はい、安倍くんも分かってるやろと思うけど、うん、もう次 今までは辛抱をしちゃったけど、うん、こっから消費税ゼロせなあかんやろと。うん、まずね、いろんなちょっとデータをね、さっとご紹介したいと思いますけど、はい、サラリーマンさんを対象にしたアンケート調査っていうのがね、はい、まあ、あの、つい先日行われて、はい、そのアンケート調査によるとね、何を削ってますかと。はいね、そしたらもう、やっぱりね、消費がね、 すごい、削ってはるわけですよ。外食やとか、ま、あそんなん削ってはるわけですよ。うん、それでもそんだけやってても、家計苦しいと、サラリーマンさんね。で、何パーセントの人が苦しいって言ってるかっていうと、会社員ですよ。これ会社員さんで自営業さんじゃなくて、会社員やから、比較的まだお金持てるはずですよ。うん、サラリーがあるから。やっぱり75%苦しいって言ってるでしょ。うん めちゃくちゃ高いですね。だからねこ、これ、ボーナスが少ななったり、サラリーマンの給料が減るっていうのは、なんか残業代とか、なんかもうそんなんですかね。会社員、うん、やめ75%言ってるわけですよ。で、これ会社員さんでそうですかね。これ自営業さんとかやったら偉いことですよ。これね、別のね、消費の調査。全国の家計の調査なんですけど、はい、えっと、前年比でまあ11%消費が減ってると。これ4月ですね。4月減ってると。で、何削りましたか言うとね。外食が67%減。おぉー。 それ外食産業が67%減になってるってことですよ、そのものね。でね、パック旅行費は97%減。やっぱり、ちょっとびっくりですね。それはまあそうですよ今の雰囲気でパック旅行行ってきますってないですからね。で、これパック旅行屋さん、これも大変なことになってるわけですよ。で、ね、さらに交通事業者さんね。はい、僕のあの、卒業生とかで、まあ某大手飛行機会社勤めてて。 もうめちゃくちゃですわ、もう、と。うん、でも、ないの情報、こうなんですよ。うこ<わ>れあかんやろ、お前。いや、ちょっと、公表できるやつ教えてくれ。で、まあ、ほとんど一緒なんですけど公表できるやつ。で、それ見たら、直近がね、97%減ですよ。ええーうん。やっぱ、パック旅行と一緒ですよね。<laughs> 一緒ですね。だから、飛行機会社の収入、だから、国内線97、97%減っても、国際線もっとひどいですね。うーん。もうだから97、97%減って。 一人,一人いないいなっていう状況ですよねね、うん、だから、ね、これ普通の国どうやってるかって言ったらね、こうやったらもう潰れるからって言って、はい、全部買収してるんですよ、今、国が。ああ<ー>。もうだって、しょうがないじゃないですか。国有化しなあかんか。だから飛行機会社の国有化が進められてるわけでしょ。そうなんですか。だから日本もね、だから同じような状況やから、やったらえい,いのにね、もうそういうことしないんですよね。うん、JR 東海とかも、もうガラガラですからね。ガラガラですね。9割乗ってないから、うんで。JR 東海なんて、ドル箱は東海道新幹線しかないですからね。 あとは赤字路線いっぱいあって、うん、でも、あの、新幹線で儲けるっていうビジネスモデルだったわけですよ。はい、そこがあかんから、もう、日の車ですよ。本当ですね。だからね、普通やったらね、あかでも国有化しようかいうぐらいの議論がね、出てくるんですけど、この国はもう、竹中平蔵とかっていうね、まあ、そんな名前聞いても誰かわからんっていうぐらいでいいですけど、<laughs> そんな奴がおってね、なんか、<laughs> はい、いや、民営薬はいいんだよ、みたいなね、す、まあ、トとんけこと言ってる奴がおるわけです。<laughs> 小林啓一郎とかでわけのわからんやつもおってね。まあ、こいつが政府の何とか委員会とか入ってね。はい、で、まあ民営化することがいいんだよと。まあ言ってるんですがいっぱいいるんですよ。だからね、JR とか、アナとか JAL とかね、こういうものが国有化されることは万に一つもないし、交通は崩壊って言われててね。で、もうタクシー会社なんかバタバタ今、地方で潰れていこうとしてますし、バス会社ももう早速潰れてますし、はい、この状況が8月まで仮に続いたら、我々の学会のアンケート調査では、半分の交通事業者さんが、 倒産するんちゃだから、まあはい、交通屋さんも、はい、外食屋さんもパック旅行屋さんもでそれに関連する事業者さんもみんな潰れそうになってると、うん、でかつあのそうなってるから給料が少なくなってるから家計が苦しくなってると、うん、家計が苦しくなってるからお金使わへんからいろんなビジネスがダメになるっていう、まあ、典型的なデフレスパイラルにもう悪循環ですねでこれをねもう下げるためにはもう消費税を下げるしかないわけですようん これね、先ほども申し上げましたけど、サラリーマン、75%しんどい言ってて、そ、はい、れで、ね、自営業も入れたらもう、自営業の人とかで9割とかでしょう、うん、おそらく。儲けてる人も中にはいるでしょうけど。だからね、8割、9割が家計しんどい言ってるんですよ。うん、しんどいってどういうことかっていうと、欲しいものが買えないってことですよ。はい、パンが買えない、米が買えない、そういうことですよ。うん、野菜が買えない。必要最低限のお金とかもね、出せないということになってますから、 だからそういうのを救おうと思ったら、うん、全部商品の値段を一律10%下げる消費税ゼロが一番効果的なんですよ。うん、これよくね、あの消費税ゼロにしたって、もともとコロナ禍ではあみんな購買意欲がないから、 あ,あんまり意味がないとかいうアホなこと言ってるやつおったんですよ。俺確か麻生さんで置いとったんじゃないですかね。かあ、そうなんですか。あ、そうなんですよ。本当。あ、そうなんですね。本当ね。<laughs> いやー、消費税なんてね、もうみんな購買力ないんだから、上げてもしょうがない、下げてもしょうがないんだよな、<laughs> ちょっててますこれね、まあ言うてはるわけですけども、<laughs> はい、でもそう、そういう状況じゃなくても、75%、80%、90%の国民がしんどい言うてんねんから、値段下げてあげましょうってことなんですよ。<え>普通考えたらもうそう思うんですよ。だからね、ドイツは実際下げた あそうですよね、ニュース見ました、ね、立派なもんですよ、はい、メルケルなんて、もう日本の麻生さんと同じぐらい、もうガチガチの緊縮主義者だったのに、いや、この状況を見たら、うん、あの政治の状況を置いておいて、国民のことを考えると、ちゃんと下げなあかんってことで下げはったわけです素晴らしい、ね で、これ、あの、ちょっと前ですけど、イギリスはね、多分リーマンショックの時には消費税バンと下げてますから。だから、そういうことはね、結構ヨーロッパではまあ、ぜぜひでやるわけですよ。政策の動きが早いですよね。そう,そうそうそう。海外いや、だからね、政治が機能してるんですよ。とか、日本はね、政治が機能してないんですよ。彼らは、あの、国民を救うために何かをやるっていうよりも、段取りしてるんですよ、ずっと。段取りわかりますかね。サラリーマンって段取りがあるんですよ。<laughs> はい。これやろうと思ったあの、部長がし反対しよるなと。はい。部長の上の本部長、 にちょっと相談して、本部長はお前仲良かったよなと。お前ちょっと行って、本部長にちょっと話して、うん、本部長が納得してもらってから、こいつにちょっと言ってもらって動かそうぜとかって、そういうことをさらりも。もう今聞いてるだけでも、まあめんどくさってなります <laughs>。言っときますけどね、大人の世界ってこうなってるんですよ。でね、僕内閣官房で6年おったでしょ <laughs>、はい、基本これだけ。えー、僕の仕事のくぶくりにこれ。マジでですよ。 マジでこれですよ。考えることなんて全体の1%ですからね。えー、<laughs> あとはね、だから人間がどう思ってて、誰が誰のことが嫌いでとか大事なんですよ。あー、なるほど。そういうね、この関係性が。で、どういうこ、この法律の、からするとあそこの会議ここで投資とかなとかね。ずーっとそれやってるんですよ。だからね、日本はね、なんか、まあ外国もそういう手続きあると思うんですけど、日本はね、その手続きに費やす時間が圧倒的に多いんですよ。<ー>で、外国は、 すぐ議論終わって、あ、わかった、それやろうって,って決まるんですよ。僕だってあの、スウェーデンの客員教授やってますからね。はい、今年残念ながらちょっと行けてないですけど、うん、あの、まあ、毎年行ってますけど、ね彼らの議論なんてもう3日おって、論文7、8本ぐらい議論しますからね。ほーすごいほんまに。で、あと学生パーってやらしても終わりですよ。<laughs> で、ま、あもずっとワイン飲んで、酒飲んで、うん、で、ステーキ食べて、帰ってくるだけですよ。もう日本人の特徴なんですかね、そういうのが。うなんですよ。うん、だ全然ダメなんです。でね、うん、そういうのがあるからね、あのー、消費税を下げることもできないのは、これ普通考えたら下げるわけですよ。ドイツとか、イギリスとかみたいね。はい、下げないのは、例えば、あまりさんって言うでしょ、うん、ちょっと顔の長いこ、こう、ビヨーンと伸び出してるやつ、あまりさんね。昔髪の毛黒かったの先白になって、こう、ビヨーンと伸びはったね、はい。とか言いはりますけど、はい。 なんで消費税下げへんかっていうと、あげるのにどれだけ苦労したと思ってるんだと。ええなにそれーそ平気でそういうこと言うんですよ。信じられなくないですか信じられないですね。<laughs> いや、こっち死にかけてる言うてんねん、みたいな話ですよ。うん、これね、全く同じせるを二階先生も言ってます。それでね、あの、例えば、これ、磯崎さんっていうね、これ、はい、あの、昔官邸に見張った人ですけど、はい。これはあの、全額休業保障とかしたら、うん、国は財政破綻しますと。えー、休業保障しませんって言ってるわけですよ。 なんでで、これ、だから要するに、この論理で言ったら、いや、消費税減税をしたら、税制破綻しますと。まあ言ってるわけですよ。えまあまあ、まあ、それは言ってないけど、まあ同じようなこと言ってるわけですよ。さらにね、もうこの、あの例の親父もこう言ってるわけですよ。<laughs> 社会保障のためには、消費税は必要なんでございます。<laughs> 言ってるわけですよ。<laughs> えー、いや、だから、お前なと聞けと。うん、社会保障のための財源を確保するには、税収を確保する必要があるでしょうと。うん。そりゃそうだよ。 言うでしょ。はい、税収確保するには経済が良くないとダメじゃないですか。そりゃそうだよ。ねそしたら経済を良くするためには、消費税は減税しなダメでしょ。それはダメだよな。なんでやねん。なんでやねん。<laughs> なんか、俺は政治家やってるんだ、みたいなね。うん、なんかもう、何してんねんと。ね、だからもう、このバカバカしいね。だから要するにね、なんか政治家ゲームやって、ね、る政治家ごっこっていうかね、政治家ゲームみたいなもんで、なんか、俺、俺たちはさ、政治家なんだよ、みたいな。<laughs> 俺、俺ってさ、政治家やってんだよ。みそんな人についていきたくないです。<laughs> いや、ほとんどね、そういうね、アホヤンキーと一緒なんですよ。えー、俺は政治家なんだよ。って、本当に勝手に。俺はさ、やっぱさ、政治家やってんだからさ、<laughs> みんなついてきないわけ。<laughs> ついてい,いかへん言うてんの。いや、もうへ誰がついてくねんですよ、そんなのね。で、そういう、変なヤンキーさんを、おちょくった歌を今日はご紹介しましょう。はい、オフスプリングの、プレイティフライ。これ、まあ、あ22年前ということですね。 なんか聞いたことあるでしょ、これ。あります、あります。これ日本でも結構流行ってましたしね。はい。僕の曲好きだったん当時。めっちゃ好きで、よう聞いてました。これ CD 持ってました、家に。そういや。そういや、その時、その時買いました、これね。ええ。そう、これ98年のヒット曲で、アメリカーナっていうね、あのー、CD で。あので、バンドが、オフスプリング。ね。これあの、パンクバンドですね。はい。パンクって昔のセックスピストルズとかクラッシュとかのほどの、こう、なんていうか暗い感じじゃなくて、もっとこう、明るい。 明るい感じのパンクになってきた頃の、まあそういうパンクですね。ちょっとファッション,、うん、ション的にこう思想性がなくなってきたパンクですけど、この p r e ィ t ラ y fly って何かっていうとね、可愛いハエかなと思ったら違うんですよ。これね、fly っていうのはね、これね、あのアメリカンスラングで、はい、俗語っていうんですかはい、はい、俗語でこれあの、かっこいいやつってことなんですよ。へぇー。fly って変わればなかなか、 いけてるなーって、生かすって、飛んでるみたいな感じですよね。あー、なるほど、なるほど。飛んでるって日本語では言わへんけど。いや、でも、なんとなく。フライ、フライ。で、プリティーでめっちゃかっこいいってこと。めっちゃかっこいいやつででもこれ基本的に黒人の言葉なんですよ。黒人のかっこいいやつのことをフライって言って、プリティフライなんですよ。プリティフライフォアワイドガイっていうんですよ。歌詞でね。フォアワイドガイ。だから白人の男のくせに、まぁちょっとかっこいいみたいな。 っていう歌詞なんですよ。で、こいつね、僕、この曲何が好きかってね、プロモーションビデオなんですよ。はい。これね、あ、んなこんなひょろひょろのやつが出てきて、こうやって、こうやって出てくるんですよ。こうやってラジオで全然。全か踊ってるんですかこう、なんか全然ラジオでは伝えられへんけども、こうやって出てきて、こうやって、プリット、なんかこう、なんちゅうんすかなんかイエイみたいな。イエイみたいな。指3本立ててイエイみたいな。はい。で、こうなんか似合いもせん、なんかこう、ネックレスのジャラジャラみたいな。はい。つけてね、車こうオープンかでガーって生きよるんですよ。あ、イメージできますね。ね。それで、こうやって、もう 全然もう手やんな、ガッカリの男でね、アホ,アホちゃおうかみたいな。ほいでなんかこう、踊りまくったりとかする。その黒人がこう、ブレイクダンスしてるとこに行って、こう、なんかこうやってボン踊りみたいなするんですよ。<laughs> ほいでも黒人の人がなんじゃこいつとか言って。で、もうなんかみんなに失笑を買うんですよ。うん、ほいで、ええー、ってやってたらもうなんかこう、もともとこのアホな男はね、なんか女に持てたいんですよ。 うん、女にモテたいからこれやっとるんですけど、もう女どもがこうやってアホちゃうかいて、めっちゃ可愛い女の子がいっぱい来て、その男担ぎ上げて、うん、そのプールにバーン放り投げて、ボチャンってなって、びチャびチャになるっていう。いけ <laughs> てる感じやと思ってるけど、めっちゃアホっていうことを言ってるんですよ。あ <laughs> ー、なるほど。まさに日本の政治家。本当ですね。日本の自民党の保守政治家たちのほとんどがこれ。 自民党に限らないですね。今の、俺偉いと思ってる奴は民主党系も自民党系もみんなこの手合い。周りから見たらんやらっていうことですね。もうみんなめっちゃ失笑してるし、うん、役人どもかってね、心の底でめちゃくちゃ馬鹿にしてますからね、政治家のこと。先生先生言うてますけども、影いったあいつはほんま頭悪いな。でもなんか、そういうところ全部綺麗に一回してほしいですね。本当に。なんかね、このね、なんていうの政治家の踏んどり変えるとね、 ちょっと無理なんですよ。だから何本言ってもね、これこれこうで、それデータもそうも、いやいや、藤井くんまだ分かってないなぁと。消費税はね、上げとかなきゃダメなんだよ。直感移りスがどうたるこうたるって、財務省から聞いたこと、ビャーって繰り返すだけで頭、なん、すっからか何も考えてへんで、p l e e t y fly for a white guy ですよ。だから、全然いけてないのに、なんか、いけてる、けてると思ってるようなやつなんですよ。で、いけてると思ってるから何本言っても聞かへんですよ。あー、言うこと聞かないんですね。これが、はい。日本で消費税が10%になった根本的な原因です。 あそこを変えないともうどうしようもないんですかです。でね、これ変えるのなかなか難しいんですけど、彼らがね、われるのは一個しかないんですなんでしょう。選挙で落ちること。ああ<ー>。やっぱり自分のこと。そう。だから自民党の人気が落ちることがめっちゃ怖いんですよ。 だから、あの、前あの、検事総長のね、法律の改正の時ね。変える変える言って、今までのパターンやった数の力で絶対変える言うてたのに、うん、今回に限ってはなんかあの、検事総長に反対しますみたいなハッシュタグが、めっちゃ流行ったじゃないですか。あ、SNS SN 上で。SNS 上で。誰僕もあれ書きましたけどね、あの、同じセリフ繰り返しましたけど、藤井さんもこんな顔あるんですね、とか言って。言われましたけど、いや、これはちょっとあくまでもあ、あまりにもおかしいやろ、と。いうので、あれを見た、あの、官邸、自民党幹部は、 あ、やばーと思って法律を撤回したんですよ。ええー。ま、撤回までいかなくてもう一回秋になったらもう一回やろうと思ってますけどね、彼らね。ええ、じゃあ。あ思ってますけどね。その、ちょっと国民の声が届いたっていうことなんですね。そうだからね、やっぱりね、あのー、人気が下がって、俺ら安定政権できるのちゃかってビビらされたら、やりよるんですよ、はあ。あ、ということは、ということはですよ。もっと国民が、そう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 。消費税を下げてと叫べば。そう、消費税ゼロ。 わあ消費税ゼロみんな言いましょう <laughs> この、この番組もそれですよ本当ですねねこの、こっちの方ももう全,全員そうですよはい。もう、皆さんも消費税ゼロ、うん、この番組のやっぱりキーポイントというか。そう,そうそうそう。ね、で、あのー、ツイッター出すときはハッシュタグが消費税ゼロ。はい。もう何やってても消費税ゼロ変えたらいいんですよ、うん、もう。ん。今日は暑いな、消費税ゼロ。<laughs> ちょっと関係ないけど。なんかそろそろスイカ食べたら落したな消費税ゼロ。ね昨日はホタル出たら消費税ゼロ。も何でもいいんですよ、もう。<laughs> <laughs> ね、もう何千字綺麗やった表示ででゼロですよ <laughs>、ね、<laughs> はいこれ、できましょう。だからみんなでちょっとね、うん、声を上げていけば、可能性が出てくるっていうところですねプリティフライドも、ちょっとプールにポチャあんと沈めましょう。<music>